ベンジェンス・オブ・レインはニュージーランドで生まれ、香港で調教を受けた競争馬。父はザビール。母、デーン・ラーは1998年、ブルーダイヤモンド・ステークスの優勝馬で、本馬の妹にオーストラリアン・オークスに優勝したディゼルがいる・ガイル。もともとサブスクライブという名でオーストラリアに所属し参戦一勝。VRC ・サイアーズ・プロデュース・ステークスに、 挑戦しているが5着が精いっぱいであった。2004年に香港に移籍と共に改名。2004年中は結局一生もできなかったが、翌2005年は初戦、フェアリーキングプローンハンデキャップを皮切りに、センテナリーバーズ、香港ダービー、クイーンエリザベス2世カップ、香港チャンピオンズンチャターカップとご連勝。 シーズンが変わっての初戦のナショナルデイカップで発着に、敗れ、連勝は途絶えるものの、秋には国際カップトライアル、香港カップを連勝した。香港カップの勝利で、ワールドレーシングチャンピオンシップのポイントが24になり、アジア圏の馬として、初めて、ワールドレーシングチャンピオンシップ総合優勝を果たした。しかし、年が明けると、心臓疾患を発症。 当初予定されていたドバイシーマクラシック遠征を見送り、香港超強馬としては異例のニュージーランドへの海外放牧に出された。心臓は順調に回復し、2006-2007シーズン10月に戦列に復帰。香港マイルトライアルを経て、香港カップで3着と徐々に良化を見せ、年が明けて2007年はスチュワーズカップで敗れるも、香港金牌で勝利を収め、 香港調教馬として初となる香港における2000メートルの G1 競争全制覇を達成。さらに前年の念願だったドバイシーマクラシックに挑戦し、見事に勝利を収め、香港調教馬として初めて国外の2000メートル以上の国際 G1 勝利を飾った。また、この勝利によってサイレントウィットネスの記録を抜き、歴代香港最多賞金獲得馬にもなり、 さらに2006、2007年度の香港バウにも選ばれた。2007、2008年度は11月の国際マイルトライアルから指導するも5着、自走の香港カップもラモンティの6着に終わった。そしてセンテナリーバーズに出走するが、レース中に辛サ細動を発症し競争中止となる。このレースを最後に引退が発表された。2005年1月以降のレースでは、 セーシェル出身のアンソニー・デルペッシュ騎手が主戦を務めていた。2011年10月25日にニュージーランドのケンブリッジスタッドにて死亡した。ありがとうございます。